国土交通省と気象庁が今シーズンから運用を見直したのは、河川の氾濫が迫るときに出す氾濫危険情報です。これまでは氾濫の恐れが高まった氾濫危険水位に達した段階で出していたんですが、その水位に3時間以内に達すると予測された段階でも前倒しで発表することになりました。今回の見直しではまだここまで水位が至ってない場合でも3時間先にさらに水位が高まって氾濫する可能性があるというような予測ができたタイミングで発出することになります。見直しの対象は国が管理する全国298の河川で、県内では阿武隈川と阿賀川の2水系11箇所です。時間を有効に使えるということになってくるかと思っております。ですので、避難など安全を確保する、そういった適切な行動を早めから取っていただければと思っております。はい、氾濫危険情報は災害発生の危険度を5段階で示す警戒レベルで、レベル4相当の避難情報となります。これは自治体が住民に避難指示を発令する判断の目安となります。梅雨に入り洪水が起きやすい出水期になりました。頻発化する大雨災害による逃げ遅れゼロに向けて、私たちも避難のタイミングの確認など備えが大切になります。